1日は日本の海軍軍人最終階級は海軍造兵中将東京帝国大学教授工学博士高知県に沢村慎吾の三男として生まれ楠瀬義氏の養子となった1891年に東京帝国大学校科大学科学学科を卒業した後フランスに留学した1894年に帰国後 海軍将棋士となった。1904年、造兵将官となり、翌年に造兵監督官として、イギリスに出張。1907年、造兵中官に昇進し、翌年に帰国。1911年、造兵代言となり、下瀬火薬製造所長、造兵将火薬部長、海軍大学校教官などを務めた。1915年、 海軍技術本部技術会議員となり、翌年には造兵総監に昇進した。1921年に造兵中将に任じられ、海軍火薬省庁を務めた。1924年に予備役に編入。また1898年より東京帝国大学工科大学講師も務め、1902年に教授に就任し、火薬学講座を担当した。翌年には、 工学博士号を受領。1923年、東京帝国大学教授を退官し、名誉教授となった、長男高武氏の学府に、田内三吉、長女よし子は、木村健次郎の妻。ありがとうございます。